これでただ、はい、これに、ちょっと水はねこっちを置いて、はい、はい、あのこの上に作っといけないので置かないでね、あ、水がね、うん、はいはいはい、でこれの、半分から3分の2は入れてください。ということは3分の1残す、3分の1残すとどこまでいけばいいかというのはあらかじめ見といて、見とこないかな、うん、そうそう、これやから、これか、もうちょっとね、もうちょっと今ので半分ですね、縁じゃなくて真ん中、縁じゃなくて真ん中に入れる、はい、どんどんかけます、はい、で、手についたやつを取りましょう、はい、きれいにこする、はい、ではまだそば粉と小麦粉が混ざってないので、よく両手使って、はい、こうやって上から押しつぶしたらダメですから、あ、転がす感じ、そうそう、こういうふうにこういう体重のかけ方をして、はいはいはい、でこれが終わったらこれということをこう、何やってるんだけども海やなんかは手を使って天ぷらだとか、ね、あの、では、あの、私の基本は一番最初丸くしといて、はいはい、で、そうするとだんだんね、あの、はい、肌がつべつべつやつやになってきますから、はい、それまで頑張って、はい、丸だと粒が多くなるけど四角いと角があるからね、そう、肌が少ないって出てやってきたんで、これに、あとはね、この、玉を埋めるんで、こういう、これを全部、こっちの、こういうふうに。手相なくしてやってください。なくなったら、立てて上から押さえて、もうちょっとですね。その上、はい、これをちょっと拭いて切ります。形もそうだし、厚みが均一になるところね。まずちょっと縁で。力あんまり不足や、これ外周で形を決めながら外周の厚みを決める、真ん中の肉はそれから後からやればいい、はい、やっぱり方法が、はい、ここへ、じゃあここへ、これで、はい、どうも、はい、あ、この場合は角出しの出発の、あの、真ん中だけ、これでまで来て、押さえて、はい、車、はい、いいですね、あとは真ん中で結構力入れて、はい、でもう一遍自分のところ、このところにちょっと丸く真ん中だと押して、こんな程度でいいですから、振ってやって、はい、もう一回、はい、そこの上で、そこの上で伸ばします、はい、っしゃ、それでこれで押さえて、はい、はい、両側、外の方から丸く順番に、はい、これ巻いてちょうだい、伸ばしてやる、最後に真ん中を潰すような形で、はい、で、あの、で、あとは、はい、自分のとこ持ってきて、はい、これ真ん中だけ押す、はい、その辺まで、はい、はい、そしたら
今度それをそっちに貼って、はい、はい、刻みぐらいで順番に、この後にこっちも持ってやってやる、こうやって伸ばします。5ミリぐらいの厚さまでそれで伸ばしやってください。自分のところちょこちょっとやるとなかなか来ないので、ここまで持ってきといて、そんで引っ掛け、引っ掛けてで、キュッと引っ張ってくるくるっと巻いてもらえる。全体にバーッ白く固まりができない。力入れ具合考えて、これができない、力の入れ具合と何回、ね、何回やるかということが関係してきます。はい、前かな、はい、うん、一点開きましょうか。上の方からね、こんな感じ、上の方、手の位置が全然違うでしょ。上じゃないと、 上の方が散らばる、散らばります。はい、これで陶器やったのもね、練りは上手なんだ。陶器やっとったもんね。うん、で次にこれをこれ畳むもんですから、これを戻しながら畳んでいく。そうそう。で、問題はいきなりやると縁がここを右手はここ持っていいけど、うん、縁をそんなにこうやって、で足りなければ引っ張れなかったからね。遠くはないと、引っ張らないと、遠くはないと、はい、そんなもんだね。このように行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎた、うん、まあいいです、はい、はい、はい、で、これは掃除してください。あ、掃除をね、はい、掃除というのは全部こうやってきれいにしてくださいということですね。で次にこれ乗せるんですけど、ここにこの粉をまた振るんです。この幅と同じぐらい幅分ね、うん、そんな幅く白くないですよ。動かないっていうね、この板が動かない。で、1回分入れる分ができたら一旦包丁を置いて、反対に置いて、その粉をね、できたらね、こうやってまぶしてやる。あ、まぶした方がいい。まぶした方がいい。で、くっつかないからね。はいはい。うん、で、あとは振る。See you.